それは線が切れるという至ってシンプルな現象。しかし人類は幾世紀もの間その恐怖に支配されていた。この男エイジュンも例外ではなく、断線の絶望に苛まれ苦しんでいた。彼は自分の iPhone を充電しようとしたが、何度試しても失敗する現状。ついに彼は、ますます減っていく電池残量。絶体絶命の状況で彼は奇抜な打開策を思いつく。早速 4S ケーブルで検索した。すると値段は198円、レビューも悪くない。どうもこんにちは、エイジュンです。本日はですね、4月の19日、8日、18日金曜日、ちょっと今回ですね、壮大なオープニングになってしまったんじゃないかなと思うんですけれども、僕のですね iPhone4S なんですけれども、最近ですね全然充電ができなくなってしまいまして、なんでこれ充電できないかなと思って、この iPhone 結構ボロ来てるんで、こっちが問題あるのかなと思ってたんですけど、このケーブルに、このねぐにゃぐにゃになっちゃったこのケーブルに問題があるんじゃないかと思って、一応じゃあケーブル新しいの買ってみようということで実際に買ってみました。で、実際に買ったのがこちら。なんて読むんだろう、なんとかテックさんのケーブルなんですけれども、こちらですね198円1本で、1本198円、まあ他にも98円とかあるんですけど、僕はなんか一番レビューが高そうだったこいつを選びました。で、実際にこれ実はもうすでに1本使ってるんですよ。で、使ってみたところもうバッチリ OK なんですよ。バッチリ充電できるんですよ。で、充電だけじゃなくて同期もちろんできます。まあそれできないと意味ないですよね。ケーブル買った意味ないよねっていう感じなんですけど、ケーブルあるでしょ、純正のケーブルね、すっごく高い純正のケーブルって。で、やっぱりこういう純正じゃないやつ、安いやつ、当たり外れあると思うんです。ただ僕が使ってるこのハンニャテックは素晴らしくちゃんと使えてます。長さ比較してみようか。じゃあちょっと開けます。はい、こんな感じで中入ってます。ちょっとね、ここら辺は雑ですよね。長さは若干純正の方が長いですね。純正の方がちょっと長くて、あのハンニャテックの方はちょっと短いんですけれども、持った感じはね基本的にはあんま変わらない。こっちの方がちょっと柔らかい感じはしますね。コードの感じが柔らかい感じがします。うわ、むき出し。はい、というわけで今回はハンニャテック、よくわかんないなんとかテックさんの iPhone の充電ケーブルのご紹介でございました。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければコメントや高評価、 Twitter などでのシェア、またチャンネル登録お願いいたします。お願いいたします。また次回の動画もよろしくお願いいたします。ではバイバイ。はい、というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。まだチャンネル登録なさっていらっしゃらない方はこっち、チャンネル登録ボタンがありますので、パソコンの方はそこをクリックしていただいて、スマホタブレットの方は下のチャンネル登録プラスっていうところをポチッと押していただければ僕の最新動画をチェックすることができますので、ぜひぜひお願いいたします。いや本当にお願いいたします。はい、というわけでまた次回の動画もよろしくお願いいたします。